せていただいた目頭のツボも一応なんか万能なツボって言われてて、押すとニキビとか吹き出物、あとはでですね、首の可動域を最初にこう確かめてもらったりするんですけど、頭皮の油分もちゃんとコントロールしてくれる効果があるので、自分をコントロールする脳というか、そこに近いものって考えた時に、やっぱり普通のマッサージだとちょっと気合い入れていかなきゃいけない感じがあると思うんですけど、ヘッドだったらこう着たままでできますし、なんかこう拭き取る時間とかもないから、すごい手軽にできて、なんかちょっと疲れちゃったなとか、あとなんか眠れないなっていう時はまずヘッド行きたいって思いました。
大体いらっしゃる方ですごく面白いのが、皆さん来たきっかけを伺うと、美容室でヘッドスパつけてもらった時に、美容師さんに頭皮が硬すぎるって言われて来てみましたっていう方とか、やっぱ触った人は分かるんですね。分かりますね。美容室でもちょっとありますね。なんかやってくれるとこもありますもんね。ヘッドスパ行かれますか？いや、それがヘッドスパ全然行ったことなかったんで。あ、そうなんですね。そうなんです。前回来てすごいハマっちゃいました、はい、ありがとうございます。気持ちいいと思った方、結構今までボディマッサージの方が多く行ってたんで、頭なくても物足りないかなと思ったんですけど、全然そんなことなくて、全身もしてもらったみたいな。そうなんですよ、疲れの取れ方でした。やっぱり体で直接筋肉をほぐすのも大事だと思うんですけど、脳がリラックスしないと体のこう緊張ってほぐれないので、頭皮マッサージだと特に自律神経をこう整えていくので、自然治癒力じゃないですけど、自分の力でこうリラックスしやすいですよ。なるほど。あ、でも側頭部だいぶほぐれてますよ。よかったです、はい、なんか触られた感じも前回と違います。いや、本当ですか。硬いというかちょっと痛みがあるような感じだったんですけど、今全然痛くないんで。この頭皮が動いてる感じ分かりますか？あ、すごく分かります。よかったです。やっぱ動いてる方がいいですか？いいです。あ、そうなんですね、はい、ガチガチの方だと動かないので。気持ちいいですね。よかったです、ハマりますよね。ハマりますよ。自分でやるのと全然違う感じで、自分でちょっとこう何回やってもらってから触ってみたいとかしたんですけど、全然うまくできないっていうか、やっぱりプロの人にやってもらうのと全然違います。やっぱ意識高いですね、ご自身で。やろうと思ったことなかったです、私。はい。普段は行かれるんですか、マッサージとか、私も本当に久米さんと同じで、ずっとボディ全身マッサージ、温石マッサージとかも大好きで。何ですか、温石？あったかい石でほぐす、月1は行ってたんですけど、でも結局ああいうとこって60分より90分、90分より120分で、なんかやってもやってもなんかもうちょっと背中がとか足がってなるんですけど、ヘッドマッサージ私も初めて行った時、頭しか触ってないのに体全身軽くて、そっからもうこっちに変わっちゃいました。そうなんですね、はい、じゃあやっぱみんなちょっとびっくりしましたね、最初。頭、こんなに頭だけ気持ちいい。本当ですよね。現代人はストレスが多いですからね。そうなんですよ、頭にきますよね、やっぱりこう疲れは体だけじゃなくて。20代びっくりしたのが、働いてから20代前半とか、30代の男性のお客様が結構多くて、すごい、10代から。そうなんです、男の子もそんな20代
い、前半でここにお金を使う時代になったのかっていう。確かに。スマホとかは思ってる以上に疲れるのかもしれない。そうですね。睡眠不足の原因の方で、いつも寝る前何してますかって聞くと、ネットフリックス見てるとか。いろいろって感じですか。本当にいろいろです、うん、女性の方でも、うんうん、ママさんもいらっしゃれば、うんうん、もう仕事で忙しくて在宅ワークの合間にいらっしゃる方とか、うん、そうなんですね。そうなんですよ。でもそれは賢いですね。そうなのか。その後の仕事がはかどりそう。なんかハマってらっしゃいました。セラピストに思ったきっかけとかあったんですか？セラピストになろうと思ったきっかけは、私前職が一応パーソナルトレーナー、パーソナルジムで働いてたんですけど、どちらかというと、まあ、同じ美に対しては、うんうん、一緒に頑張りましょうっていう、スタイルでこう食事指導とか、うんうん、それこそ女性がウェイトを担いでトレーニングするとかやってたんですけど、うんうん、もう一旦トレーナーって今いっぱいいるかなと思って、そうですよね。はい、今すごいお店も増えましたし、ね、そうなんですよ。でこうママさんとかすごい頑張ってトレーニングして、うんうん、なんですか、旦那さんのためお子さんのため綺麗になろうっていう方も多い中で、うんうん、やっぱりストレスでこう食べてしまったりとか、うんうん、トレーニングに来つつも話したい人もたくさんいらっしゃったので、うん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 、ってなった時に、うん、いや今私でもできる癒しってなんだろうと思って、うんうん、結局それはこの自分をコントロールする脳というか、うんうんうん、そこに近いものって考えた時に、うんうん、ヘッドスパにたどり着きました。すごい新しいアプローチって感じか。確かにスポーツとかして、まあ癒しじゃないけどこう
自分が変わっていくみたいな。そうなんストイックでいいですけど、また別の良さですよね。そうなんですよ。結局自分自身コントロールできないと難しいので、骨元触っていきますね。すごい疲れてる気がする。この一応太陽って言われるツボなんですけど、はい、この眼精疲労の原因となるので、ねえ、めちゃくちゃ疲れてると思います。でも肌がツルツル綺麗ですね。ありがとうございます。疲れが溜まるとやっぱすぐありますね。本当に今最初に触らせていただいた目頭のツボも一応なんか万能なツボって言われてて、はい、押すとニキビとか吹き出物とかも回復するって言われてて、うんうん、素晴らしいですね。素晴らしいですね。のツボです。背中入りますね。はい、リラックスしてください。
を左向きにしていきますね。頭皮マッサージっていうこういうヘッドスパで、はいはい、一番なんかこういい効果って何なんですかね。やっぱりリラックスなのかな。一番いい効果って、本当にお悩みが様々なので、うん、肩こり、首こり、睡眠不足、あとは慢性的な疲労頭痛、うん、なんですけど、皆さんがその場で気づいていただけるってやっぱ少なくて、うん、あ、そうなんですね。で、その中で一番多いお声がやっぱ視界が良好になった。すごい。終わった後にパッて目を開いて、うんうん、すごい視界がくっきり見える、すごいですね。あとはでですね、首の可動域を、うんうん、最初にこう確かめてもらったりするんですけど、はい、そういう方とかも首の右筋が痛いですとか、はいはい、いう方もほぼほぼ首を私触れないで施術していくんですけど、はいはいはい、今ちょうど触らせてもらってこの後頭下筋分っていうところを、はい、重点的にやることで、はい、終わった後に左右、はい、まあ、上下、はい、首が動かしやすくなってびっくりされたりとか、じゃあ私まさにちょっと左側の首すべるとこ、はい、ちょっとなんかずっと変な感じだったんですけど、はい、でもなんか全然何も感じなくなってますね。あ、よかったです。でも触ってないところで治ってるのすごいですね。そうなんですよね。すごい。そうなんですよ。やっぱり腰が痛いからって腰に原因があるわけじゃなくて、はいはい、よく言うじゃあ腹筋、反対側の筋肉の腹筋がないとか、うん、前ももが張ってるとか、うんうんうん、そういう違ったところに実際理由があったりするので、うんうんうん、やっぱ自分では気づけないですよね。そうですよね。私も私自身のことは分かんないですもん。前回オイルはどうでしたか。オイルは頭をやってもらった後だったからか、はい、すごい深いところまでこう押さえてるような感じ。あ、なんていうの、よかったです。ほぐされほぐれちゃってる感じだった。はい、すごい気持ちよかった。ほぐれちゃってる。ほぐれちゃってたんで、さらにほぐれるみたいな。いや、デコルテは大事ですからね。そうですよね。はい、これから夏になってこうデコルテ出る服とか着た時もすっきりしてる方がいいですもんね。やっぱり綺麗です。なんかむくみますよね、デコルテのあたりも。そうなんですよ。どんだけスタイルが良くて細い方でも、うんうん、結構デコルテ詰まってると、うんうん、肩が内に入りやすくなっちゃってて、あ、姿勢が悪く、デコルテ流すことに姿勢も良くなるんですね。前の結局その大胸筋的にかキュッて詰まってしまって猫背になるっていうのも、まあ、原因の、まあ、肩甲骨が離れてるってよく言うと思うんですけど、その原因は胸が開かない、開きづらいっていうところにもあるので。そうなんですね。でも確かにやってもらった後すごい楽になりましたね。前回すっきりしますよね。します、します。それこそ胸張れたり姿勢良くなる方も。そうですね。
正面に戻しますね。で、これで触っていきます、はい。よかったこととかありますか？ああ、まだお店がオープンして1ヶ月ちょっとなんですけど、うん、やっぱり来てくださる方は、うんうん、最初は皆さんこう緊張されてる感じは、うん、知らない人が目隠した状態でやるのってあると思うんですけど、うんうんうん、まあ、徐々に回数重ねてお話ししてくださったりとか、うん、あとはぐっすり眠られる方、10分15分で遅い方でも睡眠に入られるので、うん、疲れてますね寝れないって言ってる方も本当にぐっすり寝てくださるんですよ、うん、それを見てるとすごく安心します。確かに、何もびっくりでしょうね。炭酸スプレーしていきますね。これも熱くなってきたので、はい、あの男性には人気なんですよ。特に、ね、これすごい気持ちいい、気持ちいいですよね。音もいいですよ、パチパチ。あの私は目覚ましの効果だと思ってます。確かに一回ここで目覚まして、はい、あの頭皮の油分もちゃんとコントロールしてくれる効果があるんです、そうなんですね。
れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。いかがでしたか。まだまだというかもうなんか軽くてやっぱりなんか前回の時は、はい、こうだったらこの辺があって気になってたとこあったんですけど、はい、全部スッキリしちゃって、あ、よかったね。なんかありました。本当にあのこの側頭前回固かったところも頭皮がちゃんと手につくように動いていたので、うん、ただやっぱりあの根回りね、うん、最近酷使されてました。あ、でも結構スマホを長い時間見てたりとかしてパソコンとかもやってたので疲れてると思いますね。そうですね、結構もう横も、うん、目周りここも硬かったのと、前頭部もここも硬かったので、まあ、頭皮筋肉が緩むまでにどちらにしても 1,2 ヶ月はかかってしまうので、定期的にお通いいただくと、はい、徐々に目周りもすっきりします。1ヶ月やってれば逆に言えばすごいしっかりほぐれて楽になるとなれます。それこそ睡眠不足とかお疲れのお客様でも3回通われてる方、1回目は分からないって正直におっしゃってて、2回目来店した時に確かに頭痛が軽くなったっておっしゃってて、3回目この間お会いした時はあの睡眠眠れないって思うことは少なくなったとおっしゃってました。そういえばっていう。そうなんだ。いやすごいです。なんかやっぱ、はい、寝れないけど心から寝れないんですけど、はい、寝れないと思って寝れない、はい、私もあるんで、はい、分かるんですけど、その気持ちを忘れるぐらいってすごいいいなと思いました。もう自然にこう一部になっていく感じが一番いいので。そうですね、はい、じゃあ続けて、ぜひまたお待ちしております。ありがとうございました。そうですね、なんかあのデコルテまでこう指圧が入ってくるので全体的にすごい、まあ、それでもここだけなんですけど、やっぱりなんかすごく全身やってもらったような軽さがあるっていうのと、あとなんかこう自分の悩み、結構私だとここら辺が硬くて、あの噛み締めがストレスで噛み締めがあったりとか、そういうのをなんか解決してくれる。でそれでやってもらうことですごいなんか頭が楽になったので、なんかやっぱ全部つながってるんだなっていうのも感じました。はい、気持ちよかったです。あ、もう全然ありです。なんかやっぱり普通のマッサージだとちょっと気合い入れていかなきゃいけない感じがあると思うんですけど、ヘッドだったらこう着たままでできますし、なんかあのこう拭き取る時間とかもないからすごい手軽にできて、なんかちょっと疲れちゃったなとか、あとなんか眠れないなっていう時はまずヘッド行きたいって思いました。